ライブスクリーン越しに放たれた衝撃のスターオーラ。平野紫耀。通常のカメラの先に広がる魅力とはバレンタインデーの夜、トベメンバーを対象としたミニゲームショーが、平野紫耀の魅力に満ちた一幕で幕を開けました。彼は通常のカメラの範疇を超越し、ライブスクリーンの向こうから我々を直視し、その持ち前のハンサムさを輝かせました。愛らしさが溢れ、カメラを通して私たちに語りかけてくる。それが平野紫耀の魅力だ。 普通のカメラに挑戦し、レンズをまっすぐに見つめる彼は、持ち前のハンサムさを新たな次元で表現している。まず、彼がスクリーンに現れる瞬間、会場は彼の自信に満ちたスターオーラに包まれました。マイクを手にし、顔にはバレンタインデーの雰囲気に調和する淡いコーヒー色の服を身にまとい、彼の美しさはまさに星のような輝きを放っていました。ファッションセンスにも目を奪われ、彼の選ぶ服はまるでアートのように見えました。 この特別な日に、ヒラの耀はファッショナブルで知的な一面を披露しました。彼のダイナミックな服装は交流の場にふさわしく、その中でも最も輝く存在として注目を浴びました。ファッションの中にはシンプルながらも洗練された意図が感じられ、まさに彼の絶妙なファッションセンスが光りました。ヒラの耀はファンにとって、このバレンタインデーに特別な贈り物をもたらしました。彼の愛くるしい仕草やスタイリッシュなファッションは、 まるでとべくんがファンに、そしてまるで恋人に贈り物をしているかのようでした。彼自身もファンとの交流に感謝の気持ちを抱いていることを感じさせました。このイベントは単なるゲームショーを超え、ファンとのコミュニケーションの場となりました。平野仕様の美しさは単なる外見だけでなく、彼の人間性やファッションセンスといった多様な要素から成り立っています。彼はファンに対して単なるアイドルではなく、 真に価値ある瞬間を提供していることを示しました。しかし、そのファッショナブルな一面だけでなく、平野紫洋はバレンタインデーにファンに対しても心を込めたエンターテイメントを提供している。愛くるしい仕草や独自の表現力を通じて、ファンはまさに戸部くんにあったかのような感覚に包まれる。これは彼がファンに対して贈る大切な贈り物であり、平野紫洋自身もその瞬間に感謝の気持ちを抱いていることだろう。 このバレンタインデーの夜、ヒラノ耀は普通のカメラの枠を超え、ファッションのアーティストとしての一面を披露し、ファンとの絆を深める一瞬となりました。彼の美しさは、単なる外見だけでなく、その内面からもこぼれ出ているように感じられ、それがファンにとって特別な価値となっています。ヒラノ耀は単なるスターではなく、コミュニティとの深いつながりを築いている。彼の美しさは、単なる外見だけでなく、ファッションやエンタート、 アテイメントを通じてコミュニティとの絆を強化している。彼の存在はまさに社会的な影響を持ち、バレンタインデーにはその魅力が一層際立つ瞬間といえる。